ソミュール戦車博物館所有の現存車用2017年撮影三車門突撃戦車はフランスの開発した初期の戦車で第一次世界大戦で使用されたフランス最初の戦車であるシュナイダー CA1 はフランス陸軍大佐 JESTN によって発案されシュナイダー車により1916年2月25日に製造が開始されたしかし これは、いわゆる横紙破りで、フランス軍に自動車などを提供する立場にあった自動車管理局は、計画に参加することができなかった。そのため、1916年4月8日に、自動車管理局の砲兵将校、エミール・リメーロー陸軍大佐が急遽設計を行った、車両の生産を、STA 社の子会社であった、フブ社に発注した、サンシャモンの名は、 フブ社の所在地に由来する。各国で開発された戦車のうち、最初期のものの一つであるが、先進的なガスエレクトリック方式を採用していた。具体的には、パナール製の発電用エンジンを搭載し、クロチャットコラーデュ電気モーター変速機2機を左右それぞれの駆動に用いて、無断変速を可能にしていた。シュナイダー戦車と同じく、ホルト社のトラクターを流用したシャーシに、 1 1トルの装甲板で作られた箱型の戦闘室を乗せ、前方に張り出したコンパートメント内部に7 5ト、mm、ルヤホーを搭載した。コンパートメント内の前方左側に指揮官兼操縦手が一致した。最初期の生産車両は、フラットな天板と先端部に2機の円筒形のキューポラを備えていたが、生産途中からキューポーラは廃され、ドイツ軍の梱包爆薬や、 手榴弾が滑り落ちるように、天板には傾斜が付けられた。後期になると視界が悪化したことに対処して、左側に指揮官兼操縦手のための角形のキューポラが増設された。装甲は当初1 1トルであったが、後期になるとドイツ軍が小銃、機関銃用に使用した、厚生弾芯入りの鉄鋼弾、SMK 弾の対策に8ト、mm、ルの増加装甲を施した。 上院は指揮官検装重手、砲手、砲手助手、機関手、機関従いて3名、予備乗組員の合計で8名であった。車体先端部のやや右側にオフセットして、12口径 75mm 榴弾砲を砲、格式に装備した。生産165両目以降の車両は、より強力な M1897-36、口径 75mm 野砲に変更された。 手法の変更と、ほぼ同時に、理帯も幅広い新型に変更された。このため、生産前期の車両を M16、後期を M17 と表記する場合もあるが、これは当時用いられていた分類ではない。8mm ホチキス M1914 へ、機関銃は、車体全部右側に1丁、車体側面前方よりの左右に1丁ずつ、 後方右側に1丁の合計4丁が搭載された。最初の三車門突撃戦車の運用は、より軽量である、シュナイダー戦車を牽引する回収車として改造された、ものであった。1917年5月5日に16両の三車門突撃戦車が、ラホークスミルで初めて実戦投入された。しかし、うち15両が、ドイツ軍人前の残豪で、行動不能となり、 多くが撃破された。短い離帯長に対して長い車体は調合性能が低く、また先端部へ7 5ト、mm、ル砲を収納するために、オーバーハングが長いために、ほんの少しの段差を乗り越えただけで車体が使えることが多く、不正地層派生は劣悪であった。ハイブリッド駆動も故障が多く、しばしば加熱により破損した。 シュナイダー戦車と同じく実戦での運用は困難なものであった。生産は1918年3月まで行われ、初期発注分の377両が生産されたが、追加発注は行われず、資源と工場はルノー FT-17 に振り向けられた。ソミュール戦車博物館で展示される現存車両を第一次世界大戦後、54両が運搬車として改造された以外、 少数がアメリカに譲渡され、残りは廃棄された。1920年にポーランドソビエト戦争でポーランド軍により使用されたとも、ロシア軍事施設団の申し出により、ロシア皇帝軍に売却され、1918年から1922年のロシア内戦で白軍が使用し、これらが赤軍に捕獲され運用されたとも言われているが、確証はない。 現存する車両としては、アメリカのアバディーン製の王ーシュ場に生き残っていた1、両量がフランス政府に寄贈され、ソミュール戦車博物館に展示されている。ありがとうございます。